ザマガネジマレザー好きトブテラスカでございます。今日の動画ね、 YouTube 始めて一番撮りたかった動画でも、なんかこれまで手持ちの数が少なかったのであまり撮れなかったんですけど、まあ機は熟したということで、今回はですね、僕の手持ちの革ジャンの数々を購入順に紹介していきたいと思います。やりましょう。いや、私生粋のレザー好きとして世の中で知られてると思ってるんですけれども、革っていうのはもうね、本当に何だろう、僕にとって皮膚みたいなものなんですよ。僕バイトしてた時なんかは革ジャン着て行ってましたけれども、着替えの時に「ちょっとごめん、ちょっと俺もそこの皮膚取って」って言ってましたし、家に帰ってね、革ジャン脱ぐことを脱皮って言ってたんですよ。いや、ちょっと脱皮しなきゃとか言って。それほど僕は革が好きなんですけれども、じゃあ逆に皆さん、革っていう素材聞いてどういうイメージ湧きますかって話なんですよ。多分そこまで好きじゃないとか、そこまで詳しくない人だとあんまりいいイメージがないというか、マイナスポイントが多い素材なんじゃないかなって思うわけですね。まあ、他の布地の服とか一般的なね衣類に比べて高いとか手入れがめんどくさいとか、そういったイメージが先行すると思うんですよ。確かにそれはそれで正しいんですよ。革って高いです。ちゃんとこういう本革のものを買おうとすれば、どんなにチープで安くても1万から2万は絶対します。普通のレベルのものを買って5、6万、ちょっといいものを買おうとすると10うん万とか普通に行く世界ですので、確かに高いですし、お手入れもねこまめにしっかりしておかないと、ほったらかしにすればそれほど硬くなってるとかかびちゃったりとかします。でもその代わりですね、それに負けないくらい革っていうのはいいところもたくさんあるんですね。今の短所っていうのは裏を返せば長所にもなるところで、この革っていうのはお手入れさえしっかりすればめっちゃくちゃ長持ちします。値段とかレベルによっては一生着られたりするものもあったりするんで、で似たようなね、こういう革みたいな外見のライダース合成比較のものって結構安く売ってるじゃないですか。5000円とか6000円とか。でもあれらってどんなに長くても2、3年が寿命なんですよ。どんだけ手入れしても2、3年経つと表面が剥がれてボロボロ削れてきちゃう。でもこの革っていうのはお手入れを定期的にしっかりして定期的に着続けていれば、ものすごく天然の素材なので長持ちしますし、劣化もしにくいです。丈夫です。中にはね、こういうバイク乗りが着るようなジャケットなんかもありますので、ちょっとの擦れとかにも強いですし、こういうね袖の部分とか見ていただければわかるかもしれませんけど、革って持ち主に応じた独特のシワとか癖がついていくんですよ。買ったばっかりの当初はね、硬くて動きづらいんですけれども、それを毎日着て毎日着てお手入れこまめにしてクリーム塗ってっていうことを繰り返していくと、こういったその人独特の腕の曲げ方に応じた癖がついたりとか、体格に応じて皮が一部伸びたりとかで、ね、馴染んでくるんですよ。で長く着ていけばついていくであろう、こういった袖のね擦れとか傷なんかも革独特の風合いとしてですね、味になっていきますし、ちょっと汚れたりとか色あせたりなんかしても、それはそれで革のねいい風合いとして活かせるんですよ。育てる素材なんですよ。そういう楽しみはちょっと安く売ってる合成比較のライダースとか他の衣類に比べたらないいいところですね。着ていくことを楽しめる服って革以外にあんまりないんじゃないかなっていう、ジーンズぐらいじゃないかなって思うんですけれども、ということでですね、これを機に皆さんもぜひとも革レザーの世界に足を踏み入れていただきたいなと思うんですけれども、ここからがですね、僕の手持ちの革ジャン紹介コーナーでございます。まずはこちら。これはですね、僕が人生で初めて買ってもらった革ジャン。確かこれ高校2年生の冬に家族で出かけたアウトレットで買ってもらった、ちょっとセールしてた革ジャンなんですけれども、値段が確か2万いくかいかないかぐらいですね。今となっては一番これが安いものなんですけれども、でも当時高校2年生もう12年ぐらい前ですから、高校2年生の服で2万って結構高いでしょ。でこれ買ってもらったばっかりでね、ちょっと外に着ていく時なんかは、俺は2万着てるぜ、高校生なのに万の服着てるぜみたいな、ちょっとそんな優越感に浸ってたことを覚えてます。これ素材はねラムです。ラムレザーなので結構これは動きやすくて、シワ加工がされてるのであんまりこう型崩れとかもしないです。多分このジャケットの中でもトップクラスに軽いものですね。でしっかりこうやって裏地に若干中綿なんかも入ってますから、あったかいですし、形としてはこうやって着るとですね、ジッパーが斜めなんですよ。なのでこれ途中で止めればダブルライダース的な形になりますし、こうやってしっかりと上まで締め切ってこのボタンをしっかりこうやって止めれば首元までこうやって覆えるので、ある程度の気温までだったらマフラーとかネックウォーマーなしでもこのジャケット単体で過ごすことができます。でポケットもこの両脇とここもポケットですし、フードなんかもついてますから、ものすごい寒い時はこうやって頭までしっかり覆えると、収納性なんかもありますから、これはめちゃくちゃ使い勝手いいですね。値段の割にかといって高すぎるものでもないので、ちょっとした雨が降ってる時なんかでもこういった気軽に外に着ていけるし、買ってもらって12年以上経った今でもとりあえず困ったらこいつを着ていくっていう感じですね。使い勝手抜群でございます。なので言い方悪いけど、一番こう雑に扱えるというか、革が着たいけどちょっと外雨降ってるな、小雨だなという時なんかにも気兼ねなく着ていきますし、ということでこれは今でも非常に重宝しているジャケットでございます。配達の仕事なんかでもね、ちょっとした小銭とか釣り銭なんかもこうやってしまっておけるんで、今でもめちゃくちゃ使ってます。何よりね、先ほども言いましたけども、こうやってもともとシワ加工がされてるんで、斜め掛けのカバンとかリュックとかを背負っても他のジャケットに比べてこういった肩に変な線がついちゃうとか癖がついちゃうとか型崩れしちゃうっていう心配もないところがお気に入りです。でこれ
もね、細かいところ、こうやったところを見ますとちょっと色が落ちてきたりとか、ちょっと傷がついたり擦れてきたりなんかもしてて、10年着続けてちょっと味が出てきたかなぐらいです。で、続きましてがこちらですね、人生2着目の革ジャン。先ほどのジャケットはですね、アウトレットで見かけてセールしてたこともあって、親なんかもうかっこいいんじゃないみたいな感じで流れで買ってもらったんですけど、これは初めて僕が自分の意思で欲しいって言って買ってもらった革ジャンです。大学1年生の時で、こちらブランドとしてはショットの革ジャンですね。革ジャンとしては一番メジャーなところです。ライダースジャケットですね、シングルライダース、いわゆるバイク乗りの人が着る革ジャンなので、先ほどのものに比べて非常にしっかりとした牛革のジャケットでございます。牛革はですね、レザーの中で一番メジャーだと思うんですけれども、非常に分厚くてしっかりとした生地なので、一番こうバイカーのジャケットに使われている素材ですね。で、ここにこうやってアクションプリーツなんかも当然ついてますので、バイク乗りの独特の前傾姿勢もしっかり取りやすいですし、で、これ裏側はですね、取り外し可能のボアがついてますので、真冬にはこのボアをつけて、春先とか秋口なんかこのボアちょっと取り外して、このジャケット単体で着たりなんかもしてですね。で、この背中側もですね、1枚側で縫い目とかこうやってフロントについてないところがお気に入りなんですけれども、ただこのジャケットですね、金額は7万円、まあまあ革ジャンライダーとしては一般的な価格なんですけれども、どうしても分厚いので重いのと、今はねかなり慣れて馴染んでますから全く問題になりませんけれども、買ったばっかりだけ非常に硬かったです。革着たことがない人が入門としてこれ買ったら、え、こんな硬いの、重い、動きづらい、やめたってなっちゃうかもしれないですけども、僕はね、もともと革という素材が好きだったんで、うわ買った、これ柔らかくなるのか楽しみだなって感じだったんですけれども、こういった革ジャンっていうのはね、高いし長く着続けていくこと前提で買うと思うので、ワンシーズンごとに服を買い替えちゃうとか、長く着続けていくことを想定してない人なんかはもちろん買わないというか合わないかもしれません。で、サイズはですね、一番小さい S サイズを買ったんですけれども、まあね、買ってからもうすぐ10年以上経ちますけれども、それでもこうして今でも十分着られますし、パーカーとかウルトラライトダウンのジャケットなんかを1枚着てもですね、十分前のフロントジッパー締められますので、これはさっきのジャケットじゃ寒いかなっていう時、もしくはものすごい長距離バイクに乗ってどっかに行く時に着るようでございます。やっぱりね、バイク乗りにとって一番怖いのは転倒なので、万が一転んじゃっても平気なように、こういったちょっと丈夫で分厚いライダースを着ていくと、あとはこういったアクションプリーツがついていて姿勢が楽なものを選んで着ていくって感じですね。まあ裏地にボアもついてるので、先ほどのジャケットよりは防寒性も優れてますって感じです。で、これもね、家族と親戚のおじさんについてきてもらって上野で買ったジャケットなんで、この買った時の光景も含めて思い出の一着でございます。続きましてがこちら3着目、これがですね、僕が人生で初めて自分で買った革ジャン、お値段なんと17万で、ブランドがね、サイっていうブランドのライダースなんですけれども、形としてはね、先ほどのショットのものとほとんど変わらないシングルライダースです。ただ先ほどのものに比べて、まあ一目見てわかると思うんですけれども、明らかに革が薄くなっていて、ファッション性が高まってるんですよ。さっきのね、一つ前のショットのものはどうしてもバイク乗りが着るみたいな、バイクに乗らない人とかバイクに乗らないタイミングで着ていると暑くないとか、ちょっとファッションとしてどうなのって思われかねないんですけれども、こちらはですね、こうやって薄くて、で、丈もちょっとね、短くてっていう感じなので、普通のライダースとして十分活かせるものです。で、素材はゴーとヤギ革でございます。ヤギ革の特徴としてはすごく軽くてしなやかで柔らかくて動きやすいんですけれども、めちゃくちゃ丈夫だと。で、ある程度だったら小雨とかの水滴にもちょっと強いっていうことで、当然これもライダースバイク乗りのジャケットとしても使えるし、街中でも普通に着ていて恥ずかしくないジャケットということでですね、値段めちゃくちゃ高かったんだけど、すごく欲しかったんで、当時やってたとんかつ屋さんのアルバイト代をめちゃくちゃつぎ込んで買いました。自分でね、やっぱり買った一着っていうのは思い入れもひとしおなので、これがこれまでの人生で一番着てます。買ってから9年ですけど、ほぼ毎日着てた。だからもう一時期めちゃくちゃ色あせちゃって、つい最近ね、自分で染め直しもしたんですけれども、これはね、特にお気に入りの一着でございます。多分こいつだけは何があっても絶対に手放さないと、おじいちゃんになっても着てるんじゃないかなっていう。で、これもね、僕の体格というか姿勢の癖に応じてシワがついてきていて、非常に馴染んでいてね、買ったばっかりのパリッとした状態に比べると非常にこうクタッとしてきていて、それがまたね、ちょっと愛着湧くんですけれども、僕個人のお気に入りポイントとしては、先ほどのショットのものと一緒で、背中のこの縫い目とかが一切ついてないっていう、一枚側のままでいてくれてるって、これなかなかライダースの中でないんですよね。大抵のものはね、裏側にこうやってペーって縫い目がセンターについてたりなんかもして、ちょっと折り曲がっちゃったりするんですけど、これはね、背中側が広く一枚側で、これがまたかっこいいんですよねっていう感じでございます。こいつは本当に一番お気に入り、一番着てるし、これから先も一番着ていくと思います。さあ、そしてこっからですよ。最近新たに仲間入りしたこの2着、こっからトップガンコーナーですね。まずはこちらです、まあ、これはね、つい最近投稿したトップガングッズのところでも詳しく言ったのであんまりあれですけれども、アビレックスの B3 トップガンカスタムでございます。アメリカ空軍用の B3 ジャケットに海軍のトップガンのパッチを貼ってあるっていう、すごいコラボレーションなんですよ。
お値段なんとこちらも17万。これはつい3、4ヶ月前くらいに買ったんですけれども、いや、苦労したよ。分割でなんとか支払いましてですね。でも後悔してません。非常に満足しております。2022年買ってよかった商品ランキング第1位なんで。でね、一目見てわかる通り、めちゃくちゃモコモコで、表の素材はね、シープスキンでございます。で、裏面はムートンでですね、毛皮なんで、めちゃくちゃあったかくて、これまでの人生はね、先ほどの3着でなんとか冬を乗り切ってきたんですけど、今年この1着を知ってしまったら、ちょっともうこれまでのこの3着じゃ、真冬は越せなくなっちゃいました。ちょっと寒いてすぐこれ着ちゃう。本当にあったかいんで、ちょっとそこまで行く時なんかは T シャツ1枚の上にこれ着たらもう真冬でもめちゃくちゃあったかいし、バイクに乗らずに出かける時、電車とか車に乗って出かける時はもうこれ1着だけでいいです。で、一目見て分かるとね、めちゃくちゃ分厚いんで当然重たさもあるんですけれども、でもね、柔らかいんで硬くて動きづらいってことはないんですよ。で、こうやってしっかりね、前を締めればもうそれだけで暖かいですし、それでもさらに風が吹いて寒い時なんかはね、バイク乗りの一番の天敵はね、首元から入ってくる隙間風なんですよ。そういう時にはこうやって襟を立てて、前をね、こうやってベルトでしっかりとこうやって締めればですね、もうこれだけでネックウォーマーもマフラーもいらないです。めっちゃくちゃあったかいの。ちょっとこの状態を外で歩いて、室内とか店内のこのまま入っていくと汗ばんでくるぐらいです。これムートンジャケットなんで、内側のムートンってちょっとこれ調べて詳しくなっちゃったんですけど、毛の一本一本はこうスプリング状なので、めちゃくちゃ保温性が高いと。で、表はシープスキンで革なので風を通さないので、もうこれはね、非常にね、あったかくてね、重宝してます。 B3 の B ってボマーの B なんで、爆撃手、すごい標高高いところから爆弾を落とすパイロットが着るジャケットということで、あの飛行機の機内にヒーターの類が一切なかったので、これを着てないと死んじゃうぐらい寒いということですね。そんな兵士のために作られたジャケットを僕が着てるということで、これ真冬にバイク乗るときにもう今となっては手放せないです。で、ちょっとトップガン的なところも言いますとですね、見て分かる通り全身にしっかりと劇中に忠実なパッチが貼られてまして、で、このパッチ一枚一枚もですね、ちょっと加工がされてまして、白いところが真っ白すぎないと。感じですね。なんていうんですか、若干ユーズド加工っていうんですかがされてるので、コスプレ感なく普通にファッションの一部としてこのパッチが貼られていても着ることができるっていうのがちょっと僕としては嬉しいですね。知らない人が見ても、あ、なんかちょっとカスタムパッチ貼られてるなみたいな、国旗貼られてるな程度ですし、知ってる人がパッて人の目を見れば、あ、トップガンだって分かるレベルに落とし込まれてるので、このね、海軍のジャケットのトップガンカスタムっていうのは僕は非常に好みでございます。買ってよかった。でも販売時期の都合だと思うんですけれど、これ背中のパッチがですね、あの予告編で変更されてたバージョンなんですよ。販売当時の最新バージョン。ただね、トップガンマーヴェリック公開されてみたら、背中のパッチもしっかりと昔のものと同じ日の丸に戻ってましたので、今となったらちょっと若干珍しいバージョンですね、これは。の背中のパッチバージョンでございます。で、このジャケットも9月に買ってから着始めたのは12月に入ってからなので、もう1ヶ月しか着てないんですけど、見てください、これ分かります？1ヶ月でこうやった袖の部分にも僕の動きに合わせたこうやって癖がもうつき始めてるんですよ。これを買った時にはまだこのね、癖なかった。こういった風に自分の動きに合わせたシワがついて馴染んでくる、育ってくるのが革の楽しみなんですね。で、最後こちらですよ。ダーン、トップガンの G1 ジャケットでございます。劇中でトム・クルーズ演じるマーヴェリックが着ていたものを忠実に商品化したものですね。このトップガンジャケットいろんなところから販売されてるわけですよ。先ほどのアビレックスさんもですね、あの劇中の公式スポンサーですので、当然この形のジャケットを販売してるんですけれども、劇中のものに比べますとどうしても各社少しずつ差異があるわけですよ。ただここはですね、個人の方がやってらっしゃる会社でですね、やっぱり個人のファンっていうのは熱がすごいですから、 4K ブルーレイとか、あとは劇場に何回も行って何回も行って見比べてっていう研究に研究を重ねて、全てにおいて劇中のものを忠実に再現したものを販売しているようですね。これも高かったです。注文してから3ヶ月でようやく届きました。1着ずつ手作りなので同じ仕様なんだけど、完全に同じものが全くないっていうのも僕の好みですね。アメリカの海軍がよく使っている G1 っていう形のジャケットでございまして、素材は先ほど僕が買ったものと同じゴートレザーでございます。なので海軍よろしく、水にもある程度強いということですね。ここにもファーがついてまして、フライトジャケットという形でございます。先ほどのものもそうですけれども、こういったフライトジャケットっていうのは気温で種類が分かれてて、こっちがヘビーゾーン用、めっちゃ寒いところマイナス30度からマイナス10度用で、で、こっちの G1 がですね、インターミディエイトゾーン用だったかな。それでもこれマイナス10度から10度までの気温に対応してるということで、で、2着目のものと同じようにこちらですね、アクションプリーツがついてるということで、アクション性が高まってまして、バイク乗り特有の前傾姿勢も取りやすいと。なのでバイクに乗る時で言うと、先ほどの B3 よりもこっちの G1 の方が適してるんですけれども、やっぱり
ね、暖かさ保温性で言いますと B3 が抜群すぎるので、あったかさで言うとどうしても若干劣るかなっていうところでございます。でこれまだ買ったばっかりで着てないので、見てください、これ袖に全く癖がついてないわけですよ。で裏面のパッチ類、トップガンっていうのはこのパッチペタペタなので、それが忠実に再現されてるんですね。細かいところで見ますと、この文字類、あのアビレックスのね製品で言いますと、自体で言うとめちゃくちゃしっかりしたもの、こちらはですね劇中に忠実に再現されてますので、ちょっと手書き風の崩れた文字体になってるわけですよ。で文字感覚もあえてバラバラにしてあってっていう、でこういうねパッチ類も全部劇中に忠実に再現されてて、配置もそれぞれの感覚に至るまでしっかりともう計算されてるっていう。この端っこのこのパッチもですね、もう小さすぎて劇中のものではうまく映ってないんですけど、 4K 画質とかで何回も繰り返し研究して忠実に再現されてるっていう。羽織ってみるとこんな感じでですね、まああったかいですよ。で内側にもしっかり内ポケットがついていて、襟元のファーをこうやって立てて、ボタンでしっかりこうして止めれば、サイズ的にめちゃくちゃ余裕があって口元まで覆えちゃう。 B3 ほどではないですけど、しっかり首元は覆えるので風が入ってくることもなく、で内側はファーなのでめちゃくちゃあったかいです。確かにこれマイナス10度までは耐えられるかもしれない。で防寒性がどうしても B3 が一番って言ったんですけれども、この G1 はですね他にはない特徴がありまして、袖口がこうしてキュッとすぼまっているので、他のジャケットに比べこうやってグローブをすれば袖口から入ってくる風っていう点では一番これが防風性があります。なのでですね、ちょっと今後バイク乗るときはこいつをヘビロテで着ていこうかなっていう感じなんですけれども、今まだトップガンの新作が公開されてから1年と経ってないから、街中にいっぱいこれを着てる人が溢れ返っていて、また流行りに乗ってるミーハーみたいな感じで恥ずかしくなっちゃうんですけど、まあでもねせっかく買ったんで、うん、革の新品の匂いということで、この2着はですね買ってよかったシリーズ1位2位でございます。ということでいかがでしたでしょうか。以上がトム・トラスカが持っている革ジャン5選でございました。それぞれの形にそれぞれのいいところがあって、だからやめられないんですね。でもね革ジャンってね、言っちゃえば1着持っとけばそれでいいと思うんですよ。その1着がハマって好きになればどんどん自然とこうやって増えていくと思うし、1着でいいなっていう人だったらその1着でも十分長持ちしてね、何年間も何年間も着続けていけると思うので、皆さんもぜひ自分のお気に入りの1着を見つけて長く着続けてみてはいかがでしょうか。とたまに言われるのはね、トム・トラスカよくちゃんと仕事もしてなくてね、そんなもの買えるようなって言われるんですけど、違うんですよ、金持ちなんじゃないの。たまに高いいいものを買ってそれをずーっと長く使い続けてるだけ。だから革ジャンもねこれ5着ありますけれども、それぞれ、まあ、買ってもらったものを除きますと自分で買うのは10年に1回ペースですからね。でそれ以外は本当に僕まともに服なんか買えませんし、自慢することじゃないけど中のインナーのシャツもランニングもズボンも靴も全部ユニクロですし、で5000円以上するものを買ったら絶対に3年以上は使います。っていうことを積み重ねて積み重ねて、たまに5年から10年の間にこういう満体なものを買ってそれをずっと使い続けているだけなんですよ。だからたまたま手持ちのカバンとか靴とかジャケットが革で揃ってお金持ち的な空気になっちゃってるかもしれないけど、普段の僕は本当に質素なんで物持ちがいいんですということを言いたい。そう、皆さん物持ちを良くするには革ですよ。以上がタブトラスカのレザー構造でございました。また次回のレザーでお会いしましょう。バイバイ。